アリゼ、1984年8月21日イは、フランスの女性歌手、コルシカとアジャクシオ出身。芸名のアルズは、貿易風という意味のアリーズという名詞に、女性名詞系添加の E を加えた造語である。2000年フランスのテレビ局、M6 の番組、グレインズでスターで優勝しように知られることとなった。その後、彼女の両親が、フレンチポップス界の大御所で、 親しい友人のミレン・ファーマーとローラン・ブートネット宛てに、この番組を録画したビデオテープを送った。二人は、彼女の歌声に感銘を受け、プロデュースすることを決める。アリゼは、同年7月、私ロリータでデビューし、フランスのみならず、ヨーロッパ全土でブレイクし、シングルセールス300万枚を達成した。2003年には、日本のお菓子メーカーブルボンのエリーゼの CM ソングに、 恋するアリゼンが起用され、自身も、この CM に出演。その来日時に、TV 番組、笑っていいとも、にも出演していた。2007年8月に3年ぶりに活動再開し、ニューシングル560をリリース。12月11日にニューアルバム C 以下でリリースをリリース。2010年4枚目のアルバムユヌ u ンファンジュシエクルをリリース。 今までのポップ路線からエレクトロニックな路線に変更。歌手として活動しているが、もともとダンスが得意で様々なジャンルを習得している。デビュー当時はロリータのイメージが先行していたが、実際はシャイでトラブルなども起こしたことがない。2005年4月29日にパリで夫のフランス人歌手ジェラミー・シャトランとの間に長女アニー・リーが誕生。最近では、 初期の頃の可愛らしいイメージを出し、セクシーなイメージで売っている。ありがとうございます。